はい、どうもこんにちは、くまたです。今日もね、動画撮影していこうと思うんですけど、今日は6月14日の金曜日ということで、皆さん一週間お疲れ様でした。今日もね、新しく、2ヶ月コーチングの生徒さんと夜から、セッションをね、スタートすることになったので、2ヶ月間ね、全力でサポートできるように、また頑張っていきたいなと思います。で、今日もね、別の、雑談のお話もしようかなと思ってまして、今日は何の話をするかというと、ちょっとまたね、サブチャンネルの話をしたいなと思うんですけど、っていうのも、ちょっと前にサブチャンネルを開設してから、ちょっと前の段階で1ヶ月間が経過したんですよね。なので現状などをちょっとお伝えできると面白いかなっていう感じでね、またたまにこんな感じで動画を出そうと思うんですけど、今の段階で1ヶ月経ってチャンネルの登録者数っていうのが156人になってるんですね。で、まあ僕のメインチャンネルと比べるとね、だいたい割合で言うと、メインチャンネルがもうすぐおそらく1万5000ぐらいになるかなっていうところで、だいたい100分の1ぐらいなんですね。で、1ヶ月あって100分の1なんで、もっとね、多分運用が上手かったり、動画の出し方が上手い方だったらね、もう500人、1000人ってね、どんどん増える方も多いと思うんですけど、僕の場合はね、このゆるゆりラジオのもっとゆるいバージョンみたいな感じでね、自分が英語について思うこととかね、今日はちょうど出したのが英語脳について、僕が英語脳になって、どんな感じの感覚で英語を話してるのかっていうね、お話をさせてもらったんですけど、なのでこのゆるりパートのもっとこう深いバージョンっていう感じで出してるんでね、なんかそんなに凝ってもないので、なかなかねこうぐんとは増えないかなと思うんですけど、ただそういうね地道な活動も僕は基本的に好きなんで、これからもねコツコツしていこうと思うんですけど、で気づいたね、サブチャンネルをやってみて思ったことっていうのがいくつかあるので、ちょっとシェアさせてもらえたらと思うんですけど、やっぱりゼロから何か始めるってすごいいいなと思いました。僕もね、ある程度このメインチャンネルの方は、まあ言っても1万人なんですけど、こう安定してきたというかね、だんだん形になってきてると思うんですけど、またね、もう一回別のチャンネルでゼロからやり直すことによって、で、そっちのチャンネルではね、基本的に自由なことを、できたらと思うんで、なんかこの動画が伸びるんだとか、あ、こういう動画を撮っていくと、皆さんによく見られるんだなっていう新たな気づきがよく、出てきたりするんですよね。なのでね、そんな感じで何か新しいことってね、まあ、僕も基本的には挑戦したり、継続するのが好きなんで、していくとすごい、自分のこれからのね活動に活かせる部分が出てくるなと思ったんでね、ぜひ皆さんもなんか今から始めたいなと思われてる方は、スタートしてもらって、その中でどんどんいろんな気づきをね、得てもらえたらなと思いました。はい、そしたらね、今日も英語の話に移っていきたいなと思うんですけど、じゃあ今日は何の話をするかというと、今日はバターを塗るという表現について説明していきたいと思います。ちょっと今日はマニアックな表現にね、聞こえるかもしれないんですけど、こういうのも日常で意外と使ったりするんですね。例えばね、朝何を食べるのって聞いた時に、パン食べるよとかってね、答えられたら、何塗ってるのとかっていう、このね、ラリーをする時に使うことができるので、ぜひ皆さんもね、覚えて使ってもらえたらと思います。じゃあね、このバターを塗るっていう言い方もいくつかあるんですけど、今日はこのフレーズを紹介していきたいと思います。spread butter on こちらになります。この on の後に、まあパンとかを置いてね、使うことができるんですけど、この spread っていうのはね、もともと広げるって意味があるんですね。なので、こうバターを広げるっていうところから塗るって意味で使われます。で、この butter の部分はもちろん他のね、jam とかに置き換えて使うこともできるので、そこはね、工夫しながら使ってもらえたらと思います。じゃあね、発音を見ていこうと思うんですけど、まず最初の spread ですね。これも注意が必要なんですけど、まず最初の s の部分ですね。これもね、すっていう感じで強くね、発音すると、こう s と u っていう日本語のこうローマ字でね、S というのスの音になってしまうので、ここではシーンだけを発音するイメージ、スス、こんな感じですね。なのでそのまま P の音に移動するとスプスプというような感じになると思います。その後の red なんですけど、こちらに関しては、R の音っていうのは下がね上顎に当たらないので、その状態でラリルレロっていうのを発音するとラリルレロ、こんな感じになるんですね。それのすべての前に小さいうの形だけですねから始めてあげると、ra, re, 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 ro っていう音になり、これがね、R の音に近くなるので、先ほどの sp っていうのと spread っていう感じでね、発音してもらうと、より綺麗に聞こえるかなと思います。で、最後の d の音っていうのはこれ破裂音になるんで、次に母音が来ない時は音が消えることが多いです。破裂音ね、毎回出てくるんで、もし気になる方はね、全部で6つあるので、それも調べてもらえたらと思います。で、その後の butter ですね。これも注意が必要なんですけど、この t がね、2つ重なるところ、これ、ラ行っぽい音になります。なのでね、butter、butter ですね。butter って発音するよりも、アメリカ英語では butter の方が自然に聞こえます。なので、全部通してあげると、spread butter on。こんな感じになるんですね。
こんな感じで細かいところのルールを覚えていくと、さらに発音も上達しやすくなるので、もしね、破裂音って聞いてわからないとかってなったら、ぜひ皆さんもね、調べてもらうといいかなと思います。じゃあ今日はね、こちらの表現を使った例文をたくさん用意しているので、文法と発音に意識しながら練習してもらえたらと思います。じゃあまずね、一つ目の例文が、普段トーストにバターを塗る。普段トーストにバターを塗る。友達にね、トーストに何塗ってるとかって聞かれた時に使えそうな文章ですね。これ語ではこんな感じで言うことができます。I usually spread butter on my toast. I usually spread butter on my toast. こんな感じになります。じゃあこれをね、一つ見ていこうと思うんですけど、まずね、今回は普段の話をしているので、普段の話をするときは現在形を使います。これね、現在形って聞くと皆さん今のことと勘違いされる方が多いんですけど、基本的には普段とか習慣のことを表すんですね。なので今回は I spread になります。その前に普段っていうね、大体とかっていうのを強調したいときは usually を置いて使うことができるので I usually で、その後は先ほど出てきたのを現在形で使ったらいいので spread butter on になります。で、最後はね、私のトーストにっていうことなので my toast っていう感じで置くことができます。じゃあこれもね、発音も見ていこうと思うんですけど、まずはね、I usually ですね。これも usually っていう感じで、あの部分を強く発音するんじゃなくて、ほとんどそのあがなくなります。なので、usually、こんなイメージですね。そしてこの L の部分は、下をね、前の歯に押し当てて発音するので、lee って音になるんですね。これ日本語風に発音すると、usually っていう感じで、ちょっと当たるだけなんですけど、L はね、強く押すっていうのを覚えておいてもらえたらと思います。I usually ですね。こんなイメージです。で、その後の spread butter on ですね。ここに関しては、まずね、R の音ですね。red って音です。spread。で、最後の D の音はなくなる傾向が多いので、spread butter になります。で、このね、バターに関しては T の部分をラーっぽく発音すると綺麗に聞こえます。で、ちょっと下を引くイメージにしてあげると、ler っていうね、この R の音も入るので、butter。で、その後は on ですね。で、最後の my toast なんですけど、こちらもね、ちょっと注意が必要なのが、この toast ですね。これも日本語で言うと toast っていう感じで、そのまま伸ばして言うことが多いと思うんですけど、ここでは二重母音になるんで、o のね、o と u の二つの母音が入るイメージになります。なので、to ですね。toast ではなく toast っていう感じで、ちょっとうの音をイメージしてもらうといいかなと思います。もう一度発音すると、I usually spread butter on my toast。こんな感じになります。はい、そしたらね、引き続きどんどん行こうと思うんですけど、じゃあ次の例文が、普段パンには何を塗る？普段パンには何を塗る？これね、朝食の話になった時に使えそうですよね。これ語ではこんな感じで言うことができます。What do you spread on your bread? What do you spread on your bread? こんな感じになります。じゃあこれもね、一つ見ていこうと思うんですけど、まずはね、あなたは何を塗りますかっていうことなので、今回は what から始めます。何をなので。で、今回はね、また現在形ですね。あなたは普段何を塗るのっていうことなので、現在形の疑問文になります。なので、what do you spread? になります。で、その後は、あなたのパンにっていう部分を作ってあげたらいいので、on your bread ですね。パンっていうのは bread を使って表すことができます。で、今回は発音の注意点が多いので、ぜひ皆さんもね、マスターしてもらえたらと思います。まず最初の what do you の部分ですね。この what の t、これ破裂音になるんで、次に母音が来ないときは音が消えます。なので、what do ではなく what do になるんですね。で、そのまま you の音に続くので、what do you、what do you っていう感じになるんですね。これもね、知らないとなかなか聞き取りにくいと思うので、what do you ではなく what do you って感じでね、覚えてもらえたらと思います。で、その後、spread on なんですけど、こちらに関しては、D 破裂音でね、その後、母音が来てない時は音がなくなるんですけど、母音が来てる時は、リンキングが優先されます。なので、ここでね、D はなくならずに、spread on っていう感じでくっつくんですね。で、on の n で終わって、子音足す母音っていうのは基本的に音がリンキングするんですけど、y の音もリンキングする傾向があります。なので、on your って分けるよりも on your ってくっつけてあげるとより自然になりますね。なので spread on your って感じで聞こえます。で、最後の bread。これもね、先ほどの spread ができてると意識できると思うんですけど、また R の音ですね。これも先ほど出てきたのを意識してもらって red bread とね、発音してもらえたらと思います。もう一度発音すると What do you spread on your bread? こんな感じになります。じゃあね、引き続きどんどん行こうと思うんですけど、じゃあ次の例文が、パンにバターを塗りますか？パンにバターを塗りますか？これなんていうかわかりますか？相手にどうしたいか聞くときのフレーズですね。これ英語ではこんな感じで言うことができます。Do you wanna spread butter on your bread? Do you wanna spread butter on your bread? こんな感じになります。じゃあこれもね、一つ見ていこうと思うんですけど、今回はね、バターを塗りますかっていうことなんですけど、それってね、ちょっと言い換えると、バター塗りたいですかっていう感じになったりするんですね。なので今回の場合は、do you want to っていうね、何にしたいですかっていう疑問文を使ってます。
で、want to do の形で何々することをしたいって意味になるので、その後には spread butter on your bread っていうのを置いてあげたら OK です。じゃあこれもね、一つずつ発音を見ていこうと思うんですけど、まずね、最初の do you want to ですね。この want to っていうのは基本的に会話をするときは wanna っていう感じで省略されることが多いです。なので do you wanna ですね。で、その後は何度か出てきてるんで、皆さんもね、ここも意識しながら練習してもらえたらと思うんですけど、spread butter on your bread っていう感じで、今までのね、spread のまず D はなくなるとか、R はね、上顎につけない、spread butter ですね。で、ここの butter の T の部分はラ行になる。で、on your の部分はね、on your っていう感じでリンキングして、最後の bread、ここもね、R を意識しながら発音する。で、D の音もなくしてあげても OK ですね。そんな感じでね、何度も繰り返しながら練習してもらえたらと思います。もう一度ね、発音していくと、Do you wanna spread butter on your bread? こんな感じになります。じゃあね、最後もう一ついこうと思うんですけど、じゃあ次の例文が、そのパンに塗るバターかジャムはありますか?そのパンに塗るバターかジャムはありますか?これ英語でなんていうかわかりますか?これね、ホテルとかで、店員さんに使うことができそうなフレーズですね。これ英語ではこんな感じで言うことができます。Do you have butter with jam that I can spread on the bread?Do you have butter with jam that I can spread on the bread? こんな感じになります。じゃあこれもね、一つ見ていこうと思うんですけど、今回ちょっとややこしい文章だったと思います。まずね、何々がありますかとかっていうのを店員さんに聞きたいときは、do you を使った疑問文を使って表すことができるんですね。なぜかというと、店員さんって、まあ言うとそのお店の一部なので、そのお店自体をね、あなたと捉えて、do you have とすると、まああなたは持ってますかお店は持ってますかっていうニュアンスで聞くことができるんですね。で、その後はバターかジャムっていうことなので、butter or jam になります。で、その後がちょっと難易度が高いと思うんですけど、今回この日本語を見てもらうと、そのパンに塗るバターかジャムっていう感じで、このバターかジャムっていうのを前に文章で説明してるんですよね。なので、これ名詞の一つの塊になるんですね。そのパンに塗るバターかジャムっていう一つの名詞ですよね。で、こういう感じで名詞を文章で説明したいときっていうのは関係代名詞を使います。関係代名詞っていうのは、そのね、名詞の後にザッととかを置いて、その後に文章をつなげることによって、後ろから名詞を修飾することができるんですね。つまり名詞を後ろから説明するイメージですね。なので今回は butter or jam。で、そのバターかジャムってどんなんかっていうと、私が、そのパンに塗ることができるっていうのを作ってあげたらいいので、that の後は I can spread を置くと、私が塗ることができる。どこにかっていうと、on the bread ですね。今回はそのパンになので、on the bread にしてます。こんな感じで基本的に関係代名詞っていうのは名詞を後ろから説明するって覚えておくとね、使い方も理解しやすいと思うので、ぜひ皆さんもね、覚えてもらえたらと思います。じゃあね、こちらも発音がでは難しいと思うんですけど、一緒に見ていこうと思います。最初のね、Do you have? に関してはこの have の部分ですね。V の音っていうのは下唇の粘膜あたりを上の歯で押さえてズッズッのように、ね、振動させながら音を出すので have って感じですね。で、butter or jam なんですけど、この jam もね、これ A と A の中間音の母音になるんで、jam って発音するよりもちょっと伸ばしながら A と A を混ぜて jam って発音してもらうと綺麗に聞こえます。で、その後が that I ですね。この that I、この t の音ね、t っていうのも破裂音になるんで、普段は音が消えます。ただ先ほど説明した通り、破裂音の後に母音が続くと、リンキングが優先されるので、that I になるんですけど、今回の場合、このね、t の音は要注意です。t はリンキングするとラ行に変わることが多いので、that I、that I になるんですね。なので、この部分は that I can になります。で、ちょっと説明が漏れたんですけど、この that に関してはね、th の音になるので、しっかり上下の歯で下を挟んで、that と発音してください。で、今回は that I can ですね。で、その後はね、spread on のところはね、先ほど練習したリンキングをさせて、spread on。で、次の the、これもね、また th なので、上下の歯で下を挟んで、the ですね。で、最後の bread、こちらもね、練習した通りに発音してもらえたらと思います。もう一度発音してみると、do you have butter or jam that I can spread on the bread? こんな感じになります。はい、そしたらね、今日はこんな感じで、パンにバターを塗るとかってね、ちょっとマニアックなフレーズを紹介させてもらったんですけど、意外と使うことも多いので、ぜひ皆さんも覚えて使ってみてください。はい、そしたらまた次の動画でお会いしましょう。Thank you for watching. Have a good one and see you later.